ために戦うよ。魂の不安がる声が聞こえる。行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。くそー、あ、ふん、嫌なこともたくさんは。最後の確認をしま、まあ論理的に考えれば生きてる。それは私たちの時代に生まれたリツヤコアと神の、そう解釈しても構わないわ。その本質の違いを理解できているとは思わないけど。そうだボス頭、しかしそれはあくまで推測だ。いいんじゃない、ちょうど天命の人たちもいるし。おそうね、ぜひ聞きたいわ。お世辞をどうも。リツシャコアの死と生の状態、偶然です。例を挙げよう。アリとシロアリは見た、しかし分類体系だと、アリはざっくりと言えば、これが生物学の修練進化に関する例。なるほど、漁師の海のものである。待ってください、それは私たちの時代で誕生したリツシャコアと。それが僕の推測さ。今のところ僕たちの時代で誕生、例えば、しかし全文明の神の鍵にあるコアは、確かにそうね、固定化した定格質、その矛盾がよりはっきりと目立ったのはこの前の雷の律者再生事件だ。当時ライデン・メイは体内で自身の律化し、ヨルムンガンドの持つ第三の、ええ、そういえば、もちろんその4つはシーリンジェムだけの、僕たちの時代で誕生した律者コアと全文明で誕生した律者コア、その2者の間に、僕はその仮説を立て、理論上必要な仮説はシーリンジェム独自の性質よりもずっとシンプルだった。後者に関しては対立、しかし前者では虚数、あら、まさに完結こそ、その通り。この仮説の素晴らしいところは、素吉の通り、リツシャコアの中の、しかし数学的に不可能構造自体、その方向で推論すると全文明の、そして僕たちの時代で誕生したリツシャ、交互的に話すと、そのリング上の構造の関係、もっと分かりやすく話すとこうかしら。全文明のリツシャコアは静止した状態けど、今のリツシャコアは動的だから。その通りだ。もし僕たちの目の前にあるこの世界の下の構造は、僕たち、はあ、ボサ頭、あんた本当に、テスラ博士、自分で見なさい、この全然虚数特異点が検出できないのよ。どうやらコアに、ああ、他の、しかし非常に不思議なのは、もちろん僕たちは分かっている、その規模なら虚数特異点に関する有益な情報、私の考えを話してもいいかしら。未熟な考えかもしれない。構わないさ、見ての、その変わった現象の理由は、支配の律者が支配劇場、ほう、ほら、虚数特異点は空間の、もし支配劇場の実際的な次元が現実、そうすると完全な律者、確かに筋が通っている。うん、それならできる。アインシュタイン博士、何かいい方法、ああ、とりあえずキアナとブローニャ、この件には彼女たちの力が、リツシャの力を使ってリツシャコアを攻撃、ああ、それが唯一、暴れているテスラ博士を落ち着かせるためですか、それこの件において今の状況でリツシャコアの存在状態、確か過去の自分をコピーして、それに本当に500年前に、わからない、オットーという人間の厄介なとこ、もしリツシャコアの存在の状態を見て、オットーは明日テレ、そうね、オットーさん、私自身彼の部下だったし、こんな、皆さんはあのアインシュタイン博士がある素晴らしい推測を教えてくれた。もしその、もしかしたら私たちは崩壊の本質に昔よりずっと近づき理解することができるか。長光所長、少し落ち着いてください。あ、ごめんなさい、私、
おじい様のことだから警戒しないと。アインシュタイン博士の実験目標をクリ。私も力の限り低迷の実験器具を提供。君ならこの実験にさ。しょうがないわ。4時半何かしてほしいと言われたのか。例の旅の準備かもしれない。ダーニの神。君はこの実験の結果について。ええ、そうね。だってハイペリオン。できれば僕たちは問題が起き。はいはい、分かったわ。なるべくお父さんに気づかれないようにみんなに有益なことをしてみるから。もし君がそうしてくれるならこれ以上は文句を言えないさ。ご理解感謝するわ。じゃあ急いで実験器具と信号分析設備を準備しましょう。この町は比較的安全だから今のうちに体を動かし、特にキアナとブローニャ、必要のないプレッシャーやストレスを発散。そうですね、そうした方が実験。猛念を断ち呼吸を落ち着かせ。その通りだから。委員長、ちょうど気になっていることがあるから。ブローニャはもともと集中力を高める訓練をしようとしていました。え、気分転換してきなさい。行こう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよ。後で報酬をもらうからな。時間は待ってくれないぞ。やっぱり地面に足がついてる方が。審判の時は来た。喧嘩準備。私の温度試してみる。行動を開始しよう。即戦即決。決戦の時が来た。
できたよ。今日話した天命の内戦の話をまだ覚えていますか？この先にある教会堂の廃墟もその時代のものです。そして私たちが今いるこの広場は聖女カレン・カスラナが亡くなった場所です。聖女カレン、彼女はカスラナ一族の鏡だ。彼女はあなたと同じように。でもあんたはずっと天命側にいた。オットーの5ヶ月前、あなた、その時私はこの世界に絶対的な善と悪はなく、あ、もちろん今の当時の私は本当にわからなかった。今の私はあんたに変、少し不適切な言い方かもしれませんが、彼が今の私を作ったことは否定できませんし、あなたが本当に聞きたいことはその答えをちゃんと教えます。があんたに勝てたら。そうだよね。その通りです。さあキアナさん、正々堂々と勝負しましょう。望むところだよ。死別れて3日なれば、すなわちまさに。さすがです。ですがそうなるとあなたは空の律者の力がオットーに必要。はい。そしてそれは何せ私自身の状況にとって第二の神の鍵。それってその通りです。私の体内の世界の泡をつなぎ止め、体内にある世界の泡、それが、はい、そう考えてもらってか。この話は退屈に見えて、しかし当時の私はまだ12歳。確かにあんたは最年少で、私の体は比較、当時私とリタは漁師の海の、私たちの目的は海縁の目の中、私たちが到着した場所は空間的に少し、そこには潜水艦に乗った国王一座があり、天球史のように知的機械が普及しているアレクサンドリアがあり、それから南米大陸を統一して本来漁師の海の奥に浮いていたあの世界は消滅する運命にありながらも、各自遺骨があって、楽観的なシェイクスピア船長、これ以上話したら紹介だけで時間がかかって、本当に大事な話はあの世界を存続させるためのよりど、12歳の私にそれができる力があったからではあります。エーテルアンカーを通して彼らは自分たちの世界を、そうすれば私が、それってあんた、どうですか。私にとって故郷とつながりがあるごくわずかな人だけ、過去5年間、私は、そうすれば私の身に何が、しかもそれは、では5ヶ月前に幼い頃から天命にいる人間にとって、でも分かっています。あなたの立場から考えると、私は悪、それが当時のあの言葉。でも第二の神の鍵のおかげで、はい、それは1ヶ月前のそのおかげで、今の私は過去の私より少しだけ自由になった。5ヶ月前の私はこう言ったよね。天命最強、こう話すのは少し変かもしれないけど、その気持ちは理解できます。崩壊と戦うことが私たちの最終的な使命、今の私の身分で約束はできませんが、私たちの使命は5ヶ月前と比べるとすでに近づいている。そうし、ですが主教様の不可解、もし第二の忠告ありがとう。
ハイペリオン。それならいいんですが。私の番だね。私の番だね。そろそろ時間ですね。あ、うん。あんたも一緒。もちろんです。はい。心の中にある。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。マントが長くなったからちょっと慣れないや。どうで？ごきげんよう、ブローニャさん。あら、そんなに警戒？もちろん。教会堂で私がしたことが何のためらいもない暗殺でしたね。正確で冷酷で不快にさせてしまったことに関してはですが、仕事は仕事です。かつてのブローニャなら理解できたのでしょう。ブローニャさんの言う通りです。誰も。何が言いたいんですか？いいえ、何でもあります。もちろんブローニャさんがその気でなければ。ブローニャはある日突然あなたに刺されたりし。ブローニャさんはご冗談がお好きなようですね。殺し屋の界隈でウラルの銀。さすがに私も。それにハイペリオンの皆さんとは仲良い。わかりました。それでブローニャ。もちろん実践によるウォーミングアップです。私の番だね。死神にだって大切。行動を開始しよう。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。即戦即決。さすがウラルの銀狼ですが、殺し屋の子。アドバイスですか？言ってみて。ブローニャさんの戦い方は確かに敵。戦場で最も大事なのは目標を選べ。ブローニャさんの言う通り。雇用主が仕事ぶりを褒めてくれるとかですか？それもメリットではありますが、芸術というもの。そうですね。目で見たものこそ真実。よろしければ私が見本をお見せしましょう。ついてこい。計画通りに進もう。が終わりました。リタはどうして夫が。私が
天命の S 級バルキリー、それを聞いているわけではない。デュランダル様も私も選択しなければな。その中でブローニャさんたちを傷つけ、じゃあ聞き方を変えます。デュランダルさんはあなたにとって上官ですか？一生のお付き合いをしてもいいと思える友人です。ではオットーは？天命のまだ、もし将来お許しくださいブローニャさん、今の私のですが、交換。どういう意味ですか？一生お付き合いしてもいい友人。デュランダル様は真面目で、話し方時々普通の女のですので、ブローニャさん、そういう時あなたの伝えたいことが分か、それならよかったです。私たちの過去には摩擦や不快などがあります。少し時間がかかり、では友情を剥ぎ、いいですよブローン、最善を尽くします。急ごう、敵を逃がさないようにな。時間は待ってくれないぞ。歩くよりやっぱり飛ぶ方が早いな。私が来ました。殴れるものなら殴ってごらん。私は全てを変えます。さすがブローニャさんね。そちらもなかなかですね。さすが。お褒めの言葉ありがとうございますブローニャさん。はい、おかげでウォーミングアップができました。ありがとうございます。では私はそろそろ失礼いたします。私もデュランダル様と共に。あ、リタ、どうしましたブローニャさん。あなたが今日話したことについて。何でしょう？仲間が自分を失望させるようなこと。もちろんですブローニャさん、心に銘じておきます。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。私の番ね。キアナ、ブローニャ、なるべく崩壊。今回の実験は君たちにとっても新しい挑戦になる。はい、ベルトさん。わかったよ。ではブローニャの方は俺が担当する。キアナの方は。わかりました。キアナ、退去研究を通して力をコントロールして、リツシャコアの中の崩壊エネルギー、さざ波の方向をコントロール。さ、ブローニャさんに合わせて崩壊。よし、今だ。いけー、リツシャコア抵抗解放。
実験成功、おめでとうございます。ありがとう。こういう力の使い方は私たちに、はい、今回の経験と実験結果がみんなの役に立つ。たとえうまくいかなかったとしても、こうしてスローモーションのような状態、それって将来私たちと一緒に戦う時の戦術。もちろんです。とても楽しみにしています。以前不朽なる刃とか。メイ先輩、きっとサンゴ島でのことだよね。実を言うと、その時三万字の反省。おや、どうしましたか。大主教様からの通信です。共有いた。おっと。ハイペリオンのみんな、そして我がバルキリーたちよ。おじい様、用はないと言ってなかった。おや、今日のテレサは冷たいね。まだ僕、さて、冗談はさておき、確か例の旅と関係する。さすがはデュランダル、頭の回転が早い。ああそうだ、不朽なる刃の他のメンバーたち、何しろ彼女、そういえばベルトもそこにいるのかい。ここ数年ずっと君に謝りたかったんだ。しかしもう何年も前のことだし。それが旅立つ前に俺に話したかったことか。他に話すべきことがあるとでも。君たちは完璧なヒーローさ。主教様、その話に問題があるかどうかはさておき、空のリッチャ、いいえ、深淵のリッチャにはきちんとした名前があります。 K423 などではなく、彼女、いいだろう、キアナ・カスラナ。確かにそれでも、テレサ、何か言いたいことがあるみたいだね。おじい様、いいんだテレサ、無理して話さなくてもいい。君のおじい様は、君たちにはまだその時感情。どういう意味、あなたの。すぐにわかるよ。だからセツデュランダル、リタ、他のみんなとはこれで終わり。何よあいつ。テスラ、彼があの話をしたのは俺たちを怒らせるためだ。俺たちを怒らせる必要はどこにある。つまり僕たちに何かしてほしい。その視点で考えれば確かに辻褄が合うと思います。私たちを、彼の周りにいる人たちを怒らせて。彼の目的も哲学的に疑わざるを得ない。ある意味では、テレサさん。ああ、それならわざとこの世界を出る必要もないしな。だから長光が話した。長光がまだここにいたなら彼女の考えを聞けたのに。主教様は本気で第二の神の鍵を使って。ですが相手はあの大主教様です。空の律者の覚醒事件も一つの教訓なの。じゃあ、あんたたちは本当に彼の指示通り言われた。言って罠かもしれないぞ。だが彼の目的を把握しなければ俺たち。一つだけご安心ください。彼が辞任を発表した時から私たちはテレサ様。ええ、少なくとも不朽なる刃は皆さんを。君たちも気をつけてくれ、オットーに役に立たないと。それは。その名前を知っているのか。ええ、その友人が。リアーナさんは優しい人でした。あの頃の方だ。その時の私は人付き合いが苦手でしたので。彼女は戦士で。あんたたちもリアーナのことを知っていたら、オットーがどれだけクズなのかが。主教様は確かにネゲントロピーにひどいことをしました。それは天命の暗い歴史の一つでもあります。まあまあ、この際昔のことを考えてもあまり意味はないわ。ディランデル、それにリタン、もしあなただけど。はい、慎重に対応します。相手は策を決めて動く。ええ、最高水準。頑張って、天命最強の。ありがとうございます。
ントが長くなったからちょっと慣れないや。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。行動を開始。即戦即決。すぐに楽にしてやる。やけど道、審判の時は来た。マントが長くなったからちょっと慣れないや。私の温度試して。即戦即決。最後に気をつけるんだな。よっ。始めようか。決戦の時が来た。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。私の番ですね。やめてよ、その呼び方はなんだか違和感がするけど、やっぱり主教はこの件を。大主教様は最後まで私。ああ、なんだかこの件。それに昨日彼は私に虚数の木とか時間と関係があるみたい。彼はその目的をあなたに教えます。あ、それなら最初から知ってるよ。というより、ご天命に聖女と呼ばれたバルキリー、なんと言うべきかな。遠い昔。つまり彼が本気だと思ってるんですか。あんたたちにとって彼のやり方が冗談に見えるの。それに彼が私を真相休眠から呼び起こしたのも。リース少様、それは500年前の聖女様を生き返らせる。うん、そうだよ。だってこれは彼と私の約束だもん。約束？あんたたちも知ってると思うけど、500年前の事故で、だから羅刹人、主教は他のことはさておき、この500年前、彼が私に、私は彼に対する好奇心か、その時の私は、つまり今の大主教様は夢を実現させ。そうだと思うよ。彼を止めるつもりはないよ。残念ながら命の恩人。それにあの人は約束を。けどあんたが本気で彼を止めるつもり。つまりこれから。あ、そうでもないよ。ですがその時はまだあなたは。うん、その通りだね。きっと後片付けが大変だもの。去年空の律者の実験の後、小規模放火。空の律者の復活は、その全ての始まりは主教様の計画にあ。そんなことは二度と起きてほしくない。もちろんです。天命の最終的な使命、崩壊を倒すために、進歩のために必要。うん、それを建前にする人。きっとあんたにとって。けど人類は自由だよ。この時代のことは数ヶ月しか知らないけど、多分とにかく私にあんたの。そういう決心が憎しみ。そうかな。それに
どんな人が全だから自分自身の方、うん、私の師匠は昔子、世界はそういった摩擦とぶつかり合い、師匠はね、自分の信念けど師匠だって特例かも。つまり私が主教様に計画のことをね。その通り。確かそれとこれとは別。もちろんあんたが本気で彼を、だって彼の計画に含まれた詳細は全部心得ています。さて私の話は、あの人が私たちに何をしてほしい。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。私の番ですね。やあ親愛なるエスキューバル。おや全員沈黙するのかい。だがもし何しろこの世界を出ていくもの、すまない僕のバルキリーたち。つまり主教様は本当に別の世界に行くんですね。その代価は何ですか。おや代価、確かに何事に、確かに僕はこの世界を出ていくが、厳密僕の終点は世界。もっと分かりやすい言い方はないの。いいだろう、例を挙げよう。僕たちが砂浜を歩くとき足跡、砂浜に残った足跡は分かりやすいが、別の状況、分岐点だらけの庭を想像してみよう。その庭にある道は異なる分岐点、そういう庭を思い浮かべてくれたかな。時間の庭には様々な分岐点があり、無数の未来につながっている。それが、ね、その木は僕たちが直虚数の木と。先行者はかつてこう言いました。その通りだ。先ほど僕が言った時間は虚数、こう気づくはずさ。もし僕たちが虚数の木で自由に進む方法を見つけられたら。ですが現実、当然さ難しいからだ。そういう競争関係があるからこそ時間の方向、時間の方向に逆らうことができないなら、どうやって自分の時間を逆流させるおつもりですか。時間を逆流させる方法だが、別の角度から考えると、時間は虚数の木の成長方向に過ぎない。だから虚数の木自体を操ることができれば、それは僕たちが今時間の流れを感知できている。逆に言えば、もし500年前の世界はそれ自身の時間を現捨てる最新化、どうもこうもならないさ。結果から言えばそういう感、この当然さ。しかしこの件において支払う代価は君たちとは無関係だよ。さて君たちには暁展望台からダニーロ島、どうしてですか。虚数の木に非常に精密な、君たちも知ってる通り僕は誤解されやすくてね。だから誰にも邪魔されたくないんだ。ですがリース賞、君にはリタ・ロスバイセ、君には聖女・デュランダル、君には臨機応変に動いてもらう。以上だ。解散。マントが長くなったからちょっと慣れないや。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。
かにあんたの推支配劇場が原因で立者の虚数得意考えたから言ってるのよ。リング状構造の半径推測10桁分そう、あまりにも変よ。10桁分も違う。いくら別次元に漏洩したとはいえここまで行く。その立者の力が別次元でだけ有効になるわけじゃないし。別次元でだけ有効になるか。そうよ、ありえないでしょ。テスラ博士は何の可能性。僕たちが支配の立者の子、つまり誰かが支配の立者の力に人為的に干渉。そんな、ホットーが支配の立者の力を全部盗んだって厄介なことになるわ。作家曰く、小説家曰く、しかし詩人は私の番だね。ベラ、一週間前に調達できるよう手配した。つまりいいだろ。そうだ、最新の情報による武器の補給を標準だが、以前僕と、でもベラ、君もしそんな方サイズ僕はだから戦争決しその純粋もし君でもなぜ僕たちそうだから君たちは